歩けるか。泉には遅れると言っておく。何か言ったか？よくよく考えれば、式神の遅刻は主の責任になるからな。仕方がない。それにしても重いな。重いと言った。作り出したのは私だが、その後は知らぬ。暴れるな、タケヤ。では走れ。では黙れ。みんな、しっかり休養は取れたようだね。当然だけど、俺は今夜も同行することになる。ん？どうかしたのかい、式神ちゃん。
けど、何か不安なのかい？式神ちゃん、危ないって俺が？ああ、つまり式神ちゃんは俺が前線に立つことを心配してくれてるんだね。でも俺が行かないと剣は抜けないんだよね。これがどうしたらいいかな。式神ちゃんは俺が戦えないと心配してくれてるんだもんね。そっかそっか。これはちょっと傷ついたな。式神ちゃんの前で戦ったことはないけど、とりあえず刀の扱いは結構慣れてるんだよ。そんなに心配しなくても大丈夫だよ、式神ちゃん。俺はね、王都でも雷光に次ぐ腕前って言われてるんだよ。これでもね。まあね、伊達に雷光の鬼の指導を受けてきてはいないってことさ。信じられないなら聞いてみるといいよ。雷子、式神ちゃんに教えてあげてよ。あれ、雷子、そこで沈黙されちゃう？源様、一体どうなさったんですか？すまん、なことをしていた。いえ、それは構いませんが、何か悩み事ですか？いや、大したことではない。気にしないでくれ。気にしないでって言われてもな。そこまで上の空だとさすがに気になるよ。まさかどこぞの姫のことでも考えているんじゃないだろうね。いえ、申し訳ございません。雷子、本当に何かあったんじゃないのかい？いえ、何でもありません。少し緊張しているだけです。
なんだか知らないけど、気になることがあるなら残ったらどうだ？戦いで儲けられたら困るからな。いや、すまん。大丈夫だ。そんなことよりも、そろそろタダスの森へ向かいましょうか、ミア。ライコ、何をそんなに悩んでいるのかわからないけど、相談は早めに頼むよ。大したことではありません。行きましょう。仕方ないね。そろそろ出ようか。ああ、行くぞ、サンゴ。泉の腕は私が保証する。もうそろそろ神木の幹が見えてくる頃だ。出迎えのようだな。好きだな。来るぞ。